どうも、つぶです。ロピです。今日は、私のお友達、ロピくんをお呼びしました。彼は、韓国人彼女との恋愛経験があります。なので、日本人彼女と韓国人彼女の違いについて3つ伺おうと思います。よろしくお願いします。はい。それでは1つ目、お願いします。はい。1つ目は連絡の頻度が多いということですね。はい。30分以内に連絡しないともう怒らせちゃうってことです、はい、そうです。当時大学生の時 で授業を受けてる時、どうしてもやっぱり授業中は携帯いじれないじゃないですか。そうですね。で、その授業後とかに携帯見たらすごい通知で、じゃあなのみたいな、はい、返事してよみたいなっていうのがあって、最初ちょっとびっくりしましたね。そういう、はい、であと寝る前に30分1時間は電話するっていうことをしてました、うん、はい、日本人にとっては結構大変ですよね。そうですね、はい、最初はあって日本人はそんな豆、ね、自分の時間をうん、大切にするっていうのがあるんで。そうね、そうですね。だから最初は大変だと思います。そうですね。はい、ありがとうございます。1つ目は連絡の頻度でした。はいはい、二つ目、よろしくお願いします。はい、二つ目は愛情がすごく深いということですね。やはり、そうですか。はい、もう毎晩のように愛してるよ、サラヘヨ、アイラビューっていうのを、うん、その2、3回は話してました。日本では絶対言いませんよね。そうですね、はい、もうだから恥ずかしいっていうのもありますね。ね、あと何か他にありますか。はい、そうですね、交友関係の優先順位が、うん、一番。そう、家族以上、友達以上の付き合いをしていかないといけないっていうのが、日本はもっとなんかフラットで自由な感じですよね。そうですね、その日本は相手がどういった交友関係があるかっていうのはもうただ尊重し合うっていうのが、うん、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。2つ目は愛情が深いということでした。はい、では最後の3つ目。はい、3つ目はステータス重視ってことですね。あ、それはどういうことでしょうか。はい、彼氏に求めるのが学歴だったりとか、あと外見っていうのをかなり重視されてるなと。ロピ君の彼女もそうでしたか。はい、そうですね、はい、クリスマスに自分がソウルに彼女に会いに行くっていう予定ができてて、でそのまでは連絡取ったんですけど、で1ヶ月前にチケットだったりとか、うん、あとプレゼントも買って、すごいね、はい、で買ったんですけど、で2週間前に急に温泉になりまして、うん、で電話したりとか、まあ、連絡したりとかでも全然もう既読だけついて、うんうん、で温泉になっちゃいまして、はい、で当日も、まあ、そういったことがあって諦めちゃいました。でしばらく経って、うん、まあインスタグラムをバーって見てたら、うん、もう欧米のイケメン君と抱きついてる写真を投稿してて、しかも投稿日がもうクリスマス、ね、クリスマスね。要はその彼女はそのことをコロッと、そう、もうコロッと書いた、書いてた。そう、それほどステータス重視だからこそ、はい、簡単にくら替えをしてしまうと。そうなんですよ、未練なくガロッと。いや、おめでとうございます。はい、どうも。はい、最後3つ目、ステータス重視でした。はい、はい、以上、1つ目、連絡の頻度が多い、2つ目、愛情が深い、3つ目、ステータスを重視するでした。ロピ君、最後に、韓国人と付き合う上で気をつけることはありますか。はい、韓国人と付き合うにあたってやはり文化が違うので、はい、そういったことを、まあ、お互いまず理解して、価値観が違うっていうのをまず理解した上で付き合っていければ、すごく刺激のある時間を過ごせると思います。そうですね、はい、それではカムサムリダ、カムサムリダ。